術が見たいと言ってたな。こんなものでいいなら解くと見よ。忍法非暴止。平気なわけあるか。呼び方を考えてくれんか。いつの間に。エジは何をしている。させられたらたまらんよ。殺しなどしたくないって呆然のことだろう。嫌ならご免状は諦めろ。通じんな。そこの奴らを殺せば即上陸組にしてやる。他は動くんじゃねえぞ。お主らも無益な殺生は嫌だろう。後ろ願ったり叶ったりや。戦う気がねえなら黙って死ね。殺すか。え、嫌なんじゃねえのかよ。血のわけにはいかんし。これからしょうものを考えたら、あーやだ。化け物か。これからの仕方ない。殺すか。やってみろ。手縄は嘘でしょ。よし、娘と。好都合、我が分も全てを試してくれる。そんなに付き合えるか。あの巨体を棒一本を力点に投げた。はあ、やっぱりやりづらいよ手縄だと。極端で異常だ。即刻処刑すべき。なのにためらう自分がいる。どうしても、どうしても。まただ。今ので仕留められたはずなのに。わしは何をためらってる。無罪どころか、ここで生き残ることもままならん。相手は凶暴な資材人、その上命まで狙われているのに。まったく厄介だ、心ってやつは。強くなければ何も守れん。情などない。今日は僕が人間を戦薬にするためか。はあ、あれ、体育に見合わぬ力とスピード。こいつが例の
また首。忍法非暴手。また殺しちゃったか。持って帰れば質のいいターンになったろうに。今更だが、うん、お主が天仙。そういうお前は人間なのか。何なんだその。さっきもかなりしぶといやつがいたけど、お前みたいなのはここ数百年で初めてだ。戦役はどこだ。打撃斬撃はほぼ無効と考えた方がいいだろう。その上腕力も赤く、打ち合いで消耗戦になっては危険だ。何か攻略法を見つけんと。不死者、非暴死は無効だった。他の選択肢まだ試していない。何か、なんだこの手応え。この反応、明らかに今までと違う。なんだ、何が効いたんだ。また女に戻った。その身体能力、お前無自覚だろうが多分。いや、どうでもいいか。お前ムカつく、死ね。なんだこれは。風圧ではない、衝撃が体内に響くような。別種の未知の力。カードが無意味。回避見え。攻略法などあるのか。そんなもの必要ない。何があろうと立ち止まるわけにはいかん。妻の元に帰るために。何が何でも生きて帰る。目鼻がもげても生きて帰る。死んでも生きて帰る。再生するならそれを上回るスピードで破壊する。嘘、人間に。